株式会社マイナビは、就職、転職、進学情報の提供や、人材派遣、人材紹介などを主業務とする日本の大手人材、広告企業である。また、同名のブランドで、人材情報サービスのポータルサイトを運営している。1973年に株式会社毎日、コミュニケーションズとして創業。2011年10月1日より、現在の社名となった。 元々は毎日新聞社の関連会社として設立され、現在も本社が毎日新聞社と同じパレスサイドビルディングにあるほか健康保険組合なども共通である。そのため世間的には毎日新聞社のグループ企業と認識されることが多いが、現在の同社に対する毎日新聞社の持ち株比率は10%を割っており、資本的なつながりは 非常に薄くなっている一方で、ライバル企業の朝日新聞社も若干出資している。2015年10月にマイナビ出版へ分社した、出版事業においても、毎日新聞に掲載された連載記事や連載小説の書籍化は2015年4月に設立された毎日新聞出版で行っており、マイナビでは行われていなかった。ただし、9。 毎日コミュニケーションズ時代に発売した任天堂 d s 用ソフト最強の漢字ドリル5万問では毎日新聞社が出題協力している。旧毎日コミュニケーションズ時代は一般向けの略称として英字略称のマイヒャムを用いていたほか提供するサービスの多くに毎日予感していたが2007年3月に CI を 導入しカタカナ表記のマイコミに略称を切り替え、自社が運営するサービスの冠名称も順次、マイコミもしくはマイナビに切り替えを実施していた。現在の社名は主力サービスである就職情報サイトマイナビを企業名に採用したものであり、社称もマイナビの M と N をかたどったラインで人生の波を波に寄り添うドットでその、 天気を表現した MN マークを採用している。2008年から朝日放送テレビ主催の男子プロゴルフツアー ABC チャンピオンシップゴルフトーナメントに特別協賛しマイナビ ABC チャンピオンシップゴルフトーナメントとして実施された。2017年からプロ野球オールスターゲームでは特別協賛しマイナビオールスターゲームとして実施。マイナビは 株式会社マイナビが運営する人材情報サービスのポータルサイトである。マイナビのブランド名は、それまで毎日コミュニケーションズが提供してきた様々な人材情報系サイトを統合した新たなサービスブランドとして2007年1月末発表、2007年3月6日付使用開始された。マイナビという故障が最初に使われたのは、新卒学生向け就職情報サイト、 毎日就職ナビの略称としてである。これが人材情報サービス全体を示す共通ブランドとして昇格し使用された。2011年10月1日には活力のあるブランドとして浸透したマイナビ故障を社名として採用し、毎日コミュニケーションズという企業名を株式会社マイナビに変更した。マイナビ各種ポータルサイト従来から同社が手掛けていた。 新卒学生向け、転職希望者向け、派遣希望者向け、進学希望者向けなどのサービスに加え、2007年秋にアルバイト希望者向けサイトをオープンするなど、総合人材情報サイトとして、規模拡大を続けた。2012年に、マイナビ賃貸、マイナビウェディングといった人材情報以外の分野のサイトを相次いで、オープンさせ、同業他社有力企業群である。 リクルートグループの対抗勢力としての姿勢を強く打ち出している。各種ポータルサイトリスト教育就職、転職医療機関向け法人サービス暮らし各種情報、その他、ありがとうございます。